はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、ほら見てください、トヨタのメガウェブです。ヤリスクロスがなんと 1,2,3,4,5,6,7 7台ありますね。あの奥はハリアかな。いや、今日はね、一気にこの6台見てみようと思います。カラーリングを楽しんでくださいね。今ちょっとね、マスクしてるんでもごもごすいませんね。今日はね、メガウェブの方へ来ました。いろんなね、ほら、いろんなカラーの、ヤリスが並んでますね。ヤリスクロスですね。私ね、ちょっと今初めて実物見ました。やっぱね、コンパクト SUV ということで、すごいね、やっぱコンパクトだなと思いました。いや、日本で乗りやすいサイズだなと思いましたね。これは肉のタイプで189万6000円、 WLTC モードがね 20.2kg と、ガソリンエンジンのタイプですね、 1.5リッター。はい、今ね、ライトつけてます。あ、こんなところにハザードがつくんですね。そうそう、これね、ちょっとなんかブラックアウトしたような、ヘッドライトになりますよね。この中もね、中の方結構真っ黒なんですよね。なんか怪しいヘッドライトっていう感じ。多分ね、もうめっちゃ売れてるんじゃないですかね。ヤリスクロス、190万。いや、今んとここれ190万っていうね、値段が信じられないぐらい安いなというクオリティですね。はい、後ろはこんな感じです。今やっぱトヨタでね、これ流行りですよね。こうシューッとね、ライトがこれブレーキランプでつくんですかね。スーッとね、まっすぐこのアイラインといいますか、横にシュッとね、ラインが流れてますよね。一応これ下回りこんな感じ。マフラーはね、下向きにちょろっと、ちょろっと鼻毛みたいに出てますね。これちゃんとね、これちゃんと開きますかね。開いた開いた。ちゃんとね、手を今日ね、除菌しましたんで。わー、広い。広いというか、いい感じの大きさ。これね、広すぎると中でね、荷物が遊んじゃうんで。いや、本当これ使い勝手いいかも。これぐらい、底面も結構、ほら、拳2つぐらい、3つぐらいかな。底に深いんですよね。これ、下こんなになってました。内装を見ていきますね。持った感じね、こんな感じです。どうですか。私ね、座高が結構高いんですけど、頭上の方はね、余裕ですよね。ただね、これ190万の安い方のグレードなんで、シートね、こんな感じです。いや、なんか布でなんかちょっとこう、ちょっと段差をつけてるって感じかな。ちょっと防水性能もあるんかなこれ。ないか。あー、こんな感じね、ヤリスクロスね。初めて乗りました。これエンジンオン。あ、つきませんね。この辺はやっぱこうダイヤル式になるんですね。これ一番安いやつかな。まあこのシフトノブね、本当に使いやすくていいよね。ドライブモードを選択できる感じね。電子パーキングブレーキがついてるということは、タイヤのホールドついてますね。これね、すごいいいんですよ。これね、信号待ちの時とかにブレーキ踏まなくていいんでね、すごいこれはおすすめです。いや、180万でこれつくんだな。お邪魔します。あー、ちょっと狭いかな。今ね、これドライビングポジションに合わせてます。私ね、身長がね、結構高いんで、目いっぱいまで下げて、ちょっと目いっぱいよりちょっと手前かな。で、もうこれ手のひら1枚ぐらいですね。まあでも十分よ。ほら、こんな感じ。どうですかね。広いでしょ。これなんかツートンカラーでめっちゃかっこいい。239万4000円ね。で、これ白ね。これは E4 ということで、4駆タイプになりますね。これめっちゃよくね。これ白洗練されてるよな。ちなみに価格は262万5000円ね。GE4 ということで、エンジンが 120Nm で、モーターはフロントとリアで合わせて 193Nm と、
結構合わせるとハイパフォーマンスじゃね、これ。あ、そっか、こうなるとホイールもいいのついてるな。ちょっとこっちのね、今あのツートンカラーもかっこよかったんで、あのこれさっき人が乗ってたんで今来ました。いや、この色よくね、これ。ほら、すごいかっこよくね。あ、でもちょっとホイールがあれか、小さくなっちゃうんだね。あ、内装に関しては、うん、ちょっとシートの感じが違うのか、一番安いのに比べたら。これがハイブリッドの安いタイプのシートになるのかな。ちょっと知識不足で申し訳ない。こういうところが、これもう塗り分けられても、このツートンカラーはかっこいい、こいつはかっこいい、これは、ハイブリッド Z の 2WD ね。これなんとも言えん、このなんか軍隊っぽいね、なんかベージュみたいな感じのヤリスクロス。うん、この色よくね。あ、これホイールが大きいんや。18インチか、18インチってなるとやっぱ迫力あるな。リアはこんな感じでございます、皆様。この何色っていうのが、このベージュというか茶色というか、紅茶のような、紅茶のような色。これもねツートンカラーなんで。あ、でもなんかこれ上ブラックのメタリックやな。あー、これはちょっと、これツートンカラーやけど、この柄何これ、おしぼりのような。ちょっとおっちゃんっぽいな、これね。これ一応合皮のツートンと、これ布ファブリックなんですけど、どうでしょうか、皆さんどうでしょうか。あ、内装この辺ちょっと茶色いんだな。あ、なんかドア周りもなんか布っぽくていいね。ちょっとずつなんか仕上げが違うな。どうでしょうか、シートもうちょっとね頑張ってほしかったですね。まあでも電動なんでいいと思います。あ、これはあれか、シートヒーターがついてるね。いいんじゃないの。後部座席はこんな感じ。配送がね、結構これ5台ぐらい揃ってるんで、あのちょっともう一回ねじっくり見ていきますね。エンジンもやっぱこうツートンがかっこいいかもしれん、実物見た印象では。うん、ヤリスクロスだいぶ仕上がっとるな。これは売れるな、この値段だったらみんな買うさ。私ね、ホンダ E 買いました。あれがね、なんと450万から500万ぐらいする高級車なんで、これなんかね、もう190万ですよ。ガソリンタイプで190万、これ一番安いやつで、これハイブリッド G の肉のやつで約240万ね。いや、これ240万だったらこれ大正解だわ。ちなみにこのシルバーは、あ、シルバーもええな、これ。あ、全体的に今回カラーリングいいと思います、ハズレがないって感じね。これは 4WD か、ガソリンタイプね。ガソリンタイプの 4WD でも、225万っていうことね。ガソリン WLTC モードで 17.4kg なんですが、まあそんなね、めちゃくちゃ距離乗らない方はこれで十分かなと思います。ガソリンタイプのヤリスクロスもなかなかね、今回おすすめだと思いますよ。これね、動画で見たんですけど、皆さんの動画で見たんですけど、これあの四駆の機能、ほら、ドライブモード、これスノーってありますよね。これで、あ、そうそう、これこんなほら操作系、あ、上のグレードはこんなんがついてるのか。この四駆のやつね、今回かなりおすすめですね。あの三輪でも一個ねタイヤが浮いちゃっても前に進めるんですよね。だからやっぱその辺がねクロスオーバーということで、四駆がね私はいいなと思いますね。そうなるとっていうか、これかっこええな。ガソリンタイプの四駆で225万ね。ハイブリッドの E4 で265万か。ということは、まあ40万としたらハイブリッドになるということですね。まあこのタイプが一番いいな。262万5000円ね。260万か。260万でこれが買えるのか。ちょっと今一度内装。
そっか、このタイプでも内装はこれ、革じゃなかったんですね。ざっとヤリスクロス見ていきました。ちょっとね今日は声がゴモゴモして申し訳ございません。マスクしてますんでね、私ねこういった動画よく上げてますので、皆さん興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いしますね。はい、というわけで、ヤリスクロス一気に6台見てみたようでした。じゃあね、バーイ。